安田先生でした。私村上先生なんです。教頭先生やった人です、ね、教頭先生やってました。一緒のクラス、一緒のクラスですね。同級生やん。覚えてない、藤野智子って言うんです。浜野博子は僕の初恋の子です。綺麗やったもんね、あのお寿司屋さんの娘ね。西九条ですよ。西九条、これ JR で、あちらは阪神でございますね、甲子園行くときはここで乗り換えましょうね、すごいな、利用ショータイムショータイムやな。ずっと笑ってる間にずっと切ってくれはるんやと思う。 ありました、炭火焙煎コーヒーフレールジャック、ひらがなですね、フレールジャック、それフルエルジャックや。あ、なんか、あ、スパゲティとかハーブミートスパゲティとかなんですよ。すごいな。あ、これはご主人の雰囲気でしょうね、きっとね。こんにちは。お邪魔します。お願いします。お願いします。すごいですね。なんかちょっといろんなこの飾りとか。置物とかが本当おしゃれというか、ありがとうございます、ね、昔のね、の年代感じさせるものが多いですね。レジもなんかもう70年代みたいな感じの。ただ開けて閉めるだけで。ああ、そうです。西九条駅から徒歩3分、1995年創業のフレールジャック。西九条出身のマスターと神戸で育った奥様の2人で切り盛りする喫茶店。 まずはでもコーヒーを。コーヒーも炭火焙煎です。あ、そうですか。炭火焙煎でなかなかね、最近少なくなってますよね。神戸のあの、お店で、はいはい、じゃあまずコーヒーいただけますか。はい、わ、はい、かりました、はい、お願いします、はい、あ、ホットでいいですね。はい、ホットでお願いします。苦味がありながらもすっきりとした味わいの炭火焙煎コーヒーはマスターの後輩のお店から仕入れているんだそう。深いわ。美味しいですね。この味好き。味見ちょっとしてからミルク足したり味変するの好きなんですけど、これ生クリーム置いてくれてるのがありがたいです。昔ながらのちゃんとね、牛のお乳から作った生クリームの方が深いですね。あー、美味しい。じゃあこのお店はじゃあもうご夫婦で始められたんですか。そうです。あ、そうですか。何年ぐらい前。30年近くなるかしらね。あ、そうですか。あっという間でした。あっという間。フレールジャックってあのフランスの歌ですよね。そうです、そうです。あ、よくご存知で。あれの修道士さんでジャックいう人がおって、でジャックさん起きなさいよって鐘鳴らす時間ですっていう歌ですね。日本では別の歌になってますけどね。グーチョキパーで、グーチョキパーで何作ろう何作ろう、左手がグーで右手がパーでヘリコプター言ってね。そういう、あの歌ですよ。この歌がお好きだったんですか。たまたま NHK でやっとったんですよ。あ、それが流れたんですか。この歌を、あ、でこれをな、店名にしようよ。あ、そういうことなんですね。このオルガンは、これはそれは私がお嫁に行く前、はい、独身の時に、あの弾いてた、レッスンしてたんですけど。そうですか。それを結婚するにあたって、もったいないので持ってきて、いや、これ貴重ですね。どんな曲弾いてらっしゃったんですか。いや、まあ、ありきたりの、全然もうそんな、あの、あれが好きで今、あの、青何だったっけな。青い影。青い影。ピョン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 ってやつですね。いい曲ですね。
ブルーシャドウです。そうです、うん、私ちょっと松尾さんに伺いたいことあったんです、はい、聞いてください。何でも。松尾さんって神戸ご出身ですよね。神戸です、はい、神戸小学校ですよね。神戸市立神戸小学校です。ですよね、はい、35年生まれです、ね、35年生まれです。私神戸小学校なんです。あら、そうですか。35年生まれの、あ、じゃあ僕同じ時に行ってましたよ。そう、僕6年間全部通いましたよ。私転校生なんですよ。あ、そうです。何年の時に？4年生に来て、3年生に来て、はい、5年には転校しちゃって。あ、隣のクラスだったと思うんですよ。僕村上学級やったと思います。私村上先生。僕3年4年が村上先生やった。そうだよね、私。3年がね、村上先生。村上先生でした。じゃあ一緒やわ。1年が僕、1年坪井先生、2年奥谷先生、3年4年が村上先生。村上先生で5年6年が安田先生でした。私村上先生なんです。教頭先生やった人です、ね、教頭先生やってました。じゃあ一緒のクラス、一緒のクラスですね。同級生やん。覚えてない。藤野智子です。ちょっと外してみて見せてください。ああ、覚えてる覚えてる。こんな綺麗な子おったかな。智子さんはすぐに転校してしまったため、お互いに印象は薄かった様子。智子の子は佐藤か、あれは。あ、佐藤さんもいました。佐藤智子もおりましたよね。で、浜野ひろ子は僕の初恋の子です。綺麗やったもんね。あの、お寿司屋さんの娘ね。成駒屋さん。成駒屋。そうです、そうです。高かったけどな、うんうん、そうなんですよ。私、佐藤さんと浜野さんと仲良かったんですよ、はいはい、その時から仲良くなりたかったですね。そうですか。一緒でしたね。一緒のクラスやったんや。淡路島そこつ岩根のゆるぎなきでね、うん、道は一筋この道に。こちらランチ名物があるんですよね。まあ、あったんですけど、もう今はスパゲティが食べてありますけど。ああ、そうですか。スパゲティ、うん、スパゲッティ、あ、さっき書いてあった、うん、あの、うん、ハーブミートソース、はい、あ、ちょっとそれ、はい、食べさせていただいていいですか。すいません、ありがとうございます。マスターが作る名物のハーブミートスパゲッティ。ひき肉とバジルなどのハーブを1週間ほど煮込んだスープ状のソースにパスタがよく絡む人気の一品。面白い、うん、あ、おいしい。バジルの香りが、うん、いいですね。ほのかに苦くて、うん、うん、大人の味ですね。ありがとうございます、うん、素晴らしいですわ。あの、人の紹介でご結婚なさったって聞いたんですけど、はいはいはい、私が学生アルバイトしてた喫茶店にそのこの人の先輩と和菓子屋さんの社長が来てて、本当はね、その和菓子屋さんが自分の息子をのあのどうやって言われたんだけど、年が同級生かな、同じぐらいだったから、私ちょっと年上の人がいいからって言って。あの、何歳年上なんですか。8個です。8個。そうですか。ただそこのたまたま一緒に来てたこの人の先輩が、いい人がおるけど会ってみひんかって。で好きな感じやったんですか、うん、あ、そうですか。なんで奥さんに回ろうたんですか。嘘やん。あんまり何も言わへん人やから。あ、まあ、さらけれますからね。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。ご自身はもうこれやめたいなみたいなったりします。あ、酒ですね。ちなみにどんなお酒をよく好まれるんですか。あ、よく飲むのはビールとか、それもまあ大手のものもクラフトビールも
あとクラフトジンなんて最近流行ってますけど、あとはバーボンウイスキーとかスコッチウイスキーとか芋焼酎、麦焼酎、ごま焼酎、そば焼酎、あと白ワインやったら僕シャルドネが好きなんですけどね。でもリースリングでもあのソービニョンブランでもね、まあまああの樽香が効いてるものが好きですかね。それからパンペロなんて、ね、ベネズエラのね、止まらないですよくほら最近ね、その認知症とかの予防に何か今まで続けてきたことをやめるとそれが加速するっていうふうに聞いたことがあるんですけど、やっぱりボケないためにも何かをやめるっていうのは、やめた方がいいんですよね。つまりやめない方がいい。なのでお酒も、はい、だやめません、はい